玉部知識認定コーチの西村です。本日は私は玉部知識認定コーチでもあり、ルータイス式のタイスコーチングのダブル持ちのコーチですよっていうことをお伝えします。私あんまり普段意識してないもんだから、この間あのお問い合わせがあって、ああそういや私パフォーマンスエンハンスメントコーチングの方も持ってたんだったわーっていうことを思い出したんですけど、ダブル持ちのコーチって一応結構いらっしゃるんですよ。普通はパフォーマンスエンハンスメントコーチングを受けて、なんかコーチングっていいやってなって、で次にあのトマベジ博士のを受けるんですよ。っていうのは価格がだいたい120万ちょいがルータイスさんの方で、トマベ知識って450万、今520万だか530万だかするんですよね。まあ普通は博士が後なのなんだけど、私逆だったんですよね。私生ベッチが好きなので、あの生ベッチから直接習いたいと、ビデオ見るだけじゃ嫌なんですよ私。ということで、あの直に習いたいってなったら博士のあの直のコーチングの方が良かでしょ。だからそっち先に受けちゃったんですよ。でもあのこうやってビデオで説明するときってあの難しいじゃないですか。博士ってあんまりそのコーチング自体で言葉使わないときも結構多いんですよ。あの非言語のコーチングっていうだけあって、そしたらこうやってその動画で説明するときって理論が私の中でまだこのお伝えできるレベルになってないんじゃないかなって、ちょっと自信が足りんかったっていうか勉強不足だったんで、あのルータイスさんの方も受けたということです。あんまりそんな宣伝するもんじゃないかなと思って表には出してません。もう一個理由がありまして、あのルータイスさんの方って今はあの納めなくていいみたいになってるんですけど、前はTPI へのライセンスフィー、つまりあの稼いだ分の何パーセントかあの納めなきゃいけないのがあったんですよ。契約上タイスコーチングを歌うんだったら、タイスコーチングのページとトマベ知識のページ分けなきゃいけなかったんですね。でも私がやりたいのはやっぱりあのトマベ知識コーチングで私はコーチングしたいんですってなると、タイス式コーチングを前面に出すわけにいかないので、私はトマベ知識のコーチングしか自分のホームページとかブログとかにもあんまり出してません。そんな理由でした。